よーし、待って、さあね、ちょっとあの見てください、これニューギアのね、兄さんのカルカッタコンクエスト BFS XG 見えるかな、ね、これをね、ようやく使う時が来ました。実はね、発売と同時に買ってたんですけど、まあ、マクラインとかね、ちょっと考えてて、まあベイトフィネス自体やったことないんでね、まあ、ちょっとね、まあ、どういう感じかなと思ってたんですけど、でこのまあ以前の動画で、ご紹介させていただいたこのワールドシャウラの1650とちょっと組み合わせて使ってみようかなと思って、今日はねちょっと来たことないポイントですけど、ちょっとやってみようかなというふうに思います。でね、一応ラインはね P 巻いてますね、 P の 0.65 巻いて、はい、やってます。まあね、ちょっと本当にその辺の革なんで何がいるかわかんないんですけど、まあ、バスとかもいるかもしれないですけどね、ちょっとナマズが釣れたらいいなと思って来てるんですけど、なんかいかんいかん、ちょっとねなかなか初めて使うんでね、リールに慣れないですけど、ちょっと頑張ってね練習していこうかなというふうに思います。はい、あら、ちょっとね多分相当下手くそですねこれ。もうちょっとブレーキをかけた方がいいのかな。いやでも重たいからな。ちょっとブレーキ、ちょっとブレーキ緩めた方が良さそうですね。ちょっとね初めて来るポイントなんでね、まあ、正直何がいるのか全く分かんないですけどね、まあ、大体の川にはね、まあ、鯉かナマズはいるだろうということで、まあ、とりあえずねナマズでも狙おうかなと思ってやってるわけですけども、やっぱりね、まあ、正直まあ、私のベイトリールはね、アンタレスと、ニーチアンタレス DC と、まあ、18のアンタレス DCMD しか持ってないんで、こういうね、ちょっと丸型タイプっていうのは、ちょっと使ったことがないんでね。おお、来た来た来た、バスだ、バス。バスいたぞ、バス。おお、来た来た来た、バスだ、バス、バスいたぞ、バス。今バスが、バスだな、今の食い上げてきたな、バスいたな今。